どうも、ドナイ山本です。今日はね、すぐ切れるやつは、ガキだって話をね、したいと思います。はい。職場でも学校でも、家の中でも、どこでもいいんだけど、すぐに、切れるやついるじゃないですか。なんか、いつも怒りっぽいやつ。そういうやつって、マジで、ガキなんですよね。いくら歳を重ねていようが、ガキなんですよ。マジで。精神的に未熟。まあね、怒るべき時に怒るのはいいんだけど、それはね、怒ること全て悪いって言ってるわけじゃない。切れる時に切れるのはいいんだけど、いつも切れるやつ。すぐに切れるやつ。で、何かとずっとイライラしてるやつ。そういうやつって、マジで人間としてね、幼いんですよ。なんでそうやってすぐ切れるかわかりますか？大抵人間っていうのは感情をそんなにあらわにしないように理性で保ってるわけなんですよ。ね、理性があるからみんな社会でね適応しているわけなのに、その理性がない、要は獣と一緒なんだ。獣と、動物なんだ、動物。だから自分のね、内に秘めとかなければならない感情が表にブワって湧き出してるから、常にイライラして物に当たったりして、なんか些細なことで切れたりして、人をノイローゼに追い込んだりするんだよ、そういうバカは。だからマジ切れるやつね、本当どうかしてるよ本当に。やめといた方がいいと思う。やめてた方がいいと思って言ったって本人にね、届かないから、しょうがないんだけど、この動画を見てる人たちは、それすぐに切れるような怒りっぽいやつとは、遠ざかった方がいい。本当に。無駄。時間の無駄。マジで。意味がないから。マジでね、そういう切れてるやつ、ダメだよ。で、そういう人はどうすればいいのかって言ったらね、意識して、笑顔にならなきゃダメ。常にね、笑顔。これ大事よ。切れてるやつってもう常になんかもう目つきも悪いし、なんかもう言葉遣いも荒くて、もうなんかもうバカなんだよ本当に。すぐにね、もう怒り狂って、もうどうしようもない。だからマジでね、本当やめた方がいいよ本当に。笑顔になりなさい。人と話す時も極力意識して笑顔になんなきゃダメ。意識しないとなかなか笑顔ってなれないから。目つきも悪いしね。だからそういうすぐ切れる人間、本当、ガキだから、恥ずかしいよ。本当に。いつも切れ散らかしてる人間って。恥ずかしい、本当に。いい年こいた大人がさ、小学生とかが、我慢できなくて泣き叫んだりとかわかるけど、小学生とかだとさ、すぐに泣いちゃうことがさ、いたでしょ？すぐ泣いちゃったり、すぐ怒ったり、切れたり、暴れたりっていたでしょ？でも大人になったらだんだんいなくなるじゃん。それは、やっぱ精神的に成長して理性が効くようになってるから。理性が効かないのは、その小学生のガキと一緒なんだよ、本当。ガキより悪いよ、たちが、本当に。バーンが、本当に、本当。本当、そういうね、切り散らかすような大人になるな。見てらんないから。恥ずかしいよ、本当。よくその顔さらして生きていけるよね、そういうすぐ切れる大人。マジで恥ずかしいんで、反省しろ。笑顔になれ、笑顔。笑顔大事だから。じゃあな。